はーい。おはようございます。沖縄、おばばでございます。はい。今日は猫たちがね、か、え、わ、ー、く寝ています。はい。えー、ちょっとね、今日は気温が低いんで、えー、ニットを出してきています。まあ、低いって言ってもね、えー、16、17度ぐらいはあるんですけど、はい。えー、もうちょっと上がるかな日中ね。はい。まあ、そん、そんな感じですね、那覇市は。はい。えー、なんというか、まあね、いろいろこうニュース見てて思うんですけど、 よくね、あの、せーのね、じーのね、カッカーの方ね、よく茶番やってるなと思います、世界中で。はい。えー、世界中でね、あの、皆さんね、えー、演劇をやっております、演劇を、アクターでございます。もう政治家なんかやるよりもね、はい、えー、役者やった方がいいんじゃないかな、この人たちって思います。はい。まあ、いろんなことを知っているのにね、すっとボケてね、 えー、まあ、いわゆるね、民向けにね、えー、いろいろと、プロパのがん、バンが <laughs> プロパのを頑張ってるということです。はい。ああ、もうね、本当にね、えー、まあ、裏がわかってしまうとね、えー、こういうの見ててね、ああって思うんですよね。はい、えー、まあ、そういうことでございます。はい。えー、まあ、そこそこの報酬もらってるんでしょうからね。はい。えー、まあ、言ってるのはね、 あ,まあの、だーのキッシキッシーのね、えー、お母ちゃんたちとの交流とかね、はい。あとね、なん、なんていう、あの、例のね、えー、ゼレちゃんですね、ゼレちゃんとね、梅ちゃんの対談とかね、えー、もうバカげてますよね、はい。 えー、梅ちゃんが、あー駅にね、来てね、なん、なんか言ってたみたいなんですけど、はい。えー、まあ、駅じゃないですからね、でもうね、あそこ、あのー、黒岩さんの持ち物ですから、はい。えー、なので、あの、アメリカなんですよ、はい。もうね、もう、あれですけど、はい。もう、こういう裏事情を知ってるとね、えー、バカバカしいんですけど、こういうのを信じてる人もね、未だにたくさんいるんだろうな、と思います。 はい。えー、まあ、あ朝の話題もうちょっとあるんですけどね。えー、実は、あのー、これ今後ね、本当に、えー、まあ、これもね、上からの指令なんだと思うんですけど、えー、あの、例のね、C の国ですね。えー、C の国はね、一番トップはね、あのー、C の国の人じゃありませんからね。 はい、ええー、まあ、あの、知ってるとは思うんですけど、湯のダーラーの方たちですからね、はい、ええー、なんて言ってもね、ええー、人のね、民民のね、えー、大きなね、大きな会議にもね、えー、入り込んでね、えー、官の失神してますから、はい。ええー、まあ、そういったいろんな事情でね、ええー、かの国も、はい、かの国もね、えー、サクッと上場が進んでいるみたいです。 はい。えー、かの国がサクッと上場を進むと、はい。えー、まあ、世界中で影響が出て、世界中にもサクッと上場になってしまうというね、えー、こういった連鎖が起こっているということです、今。はい。何かというとね、 はい。大きな会社がね、いろんな大きな会社が、まあ電子機器関係もありますし、えー、まあ車関係もあります。はい。えー、まあいろんな大きな会社ですね。今までいろんな部品をね、提供してた会社が、あー、ほぼほぼ、ほみんなね、えー、どったんばったん潰れています。はい。えー、会社が、企業がね、えー、等の散々しております。えー、まあね、 他で、えー、作ってるんじゃないかみたいなことを言ってましたけど、はい。えー、中のね、C の国の人たちは、あ、多分ね、えー、他の国で作ってるんじゃないかって言ってるんですけど、まあ、他の国も原料高いですから、えー、作ってたとしても、まあ、ごくわずかでしょうね。そんな、あのー、需要に足りる分は作ってないです。はい。えー、まあ、そういうことです。つまり、今までね、 えー、いわゆる世界のね、世界の工場って言われてたね、C のお国がね、どんどんとね、えー、大きなね、えー、まあ、そういった生産地点がね、えー、潰れているということはあ、どんどんね、C の国の人たちもね、食べるに困りますしね、で、えー、世界中の人も困るわけですよ。はい、今そうなっちゃってます。 はい。ええー、まあ、そういうことです。つまりね、ええー、例のものをね、食べちゃってね、ええー、いわゆる人の口がね、どん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 ね、えー、消えてっちゃいますよね。消えてっちゃう。はい。ヒューのまんまんが消えてっちゃいますよね。それに合わせてね、多分、あのー、一足先にね、ええー、こう、いろんなね、えー、貝のシャアをね、はい。ええー、大きなね、木の行行をね、 あのー、党の散々させているんじゃないかなって、ちょっと裏読みしちゃいます。はい。ええー、まあそういうことです。で、えー、もうほぼほぼね、あのー、シャンのハイですね。シャンのハイ。はい。シャンのハイでの飛行場ですね。ええー、有名ブランド。はい。全部撤退しました。はい。全部撤退です。有名ブランドが。はい。 わかりますよねこの意味。はい。えー、とんでもないと思いますよ。はい。シャンノハイでこの状況ですからね。はい。えー、シャンノハイのね、えー、国際空港でございますね。ここで有名ブランドが次々に撤退しております。えー、本当にね、空いてるところ少ないみたいですね、今ね。え一応ね、動画貼っときます。えー、様子が出ております。はい。まあ、そういうことです。 えー、まあ今後ね、あのー、物不足がどん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 ひどくなってきますので、はい、えー、その前にね、皆さんね、えー、必要なものは備蓄してしまいましょう。はい、それでは皆さんまた今日も楽しくね、元気に過ごしましょう。沖縄おばばでーした。